今週はアマゾンブラックフライデー、その先行セールが11月22日から始まってました。今回は買いたいものがあったので待っていたんですよ。割とね、狙っていたものが安くなっていたので個人的には嬉しかったです。では買ったものその1、アンカーの充電アダプタです。先行セール 30% オフでした。こういうのって、これは C の1個口ですが、 C が2個口とか C と A が両方ついてるとかいろいろありますけど、私の場合 C で充電するっていうと iPhone くらいしか持ってなくって、 iPhone 15 Pro Max をパワーのある充電アダプターにつなげても、なんか 25W くらいに制限されるというのを YouTube で見ました。それなら 30W のでいいかっていうことでこれを買ってみました。コンセントは折りたためるので旅行とかお外に持ち出すのにも負担がなさそうで使い勝手良さそうです。続いて2つ目、ニマソの USB Type-C ケーブルです。 33% オフ、2本買いました。以前にこういうのを買っていたんですが、これに C がついてるからこれを使おうって思っていたんですが、iPhone のデータをパソコンに取り込もうとしたらできなくって、これね、充電できないタイプのケーブルでした。 USB-C のケーブルっていろいろあって、どれを買っていいかわからないですよね。これはデータも転送も多分できるはず本当は1メートルと50センチ1本ずつ欲しかったんですが、間違えて1メートルを2本買ってました。夜中の眠い時に注文するのは良くないですね買う気満々だったので、スタートの22日の0時にスタンバイして買い物したんですまあ大は小を兼ねるっていうし、まあいいです3つ目はエルコム電源タップ10個口 24% オフでした。個別スイッチ付きで10個口ってなかなかないんですよ。しかも雷ガードでホコリシャッター付きです。こういうのずっと欲しかったんですよ。これでコンセント周りが整理できそうで良かったです。4つ目は中村屋の麻婆豆腐 24% オフでした。これは狙っていたわけではなくって、なんか目に入ってきて、レビューを見たらなんか下手な中華料理屋よりも美味しいって書いてあって、なんか食べたいなって思っちゃって買いました。どんな味がするのか楽しみです。5つ目は JAL のスープアソートパック 36% オフでした。飛行機ってあまり乗る機会ないんですよ。しかも JAL は乗ったことないですねでも FM ラジオのジェットストリームは大好きで憧れです。これ飲んで飛行機旅をした気分になるかもと思って買ってみました。6つ目は井上雄竹先生のカレンダー。これはブラックフライデーの先行セールではなかったんですが、別で対象書籍が最大 30% ポイント還元セールというのをやっていて、このカレンダーは29% ポイント還元でした。井上雄竹先生は風水の人です。パワースポット、運が良くなるカレンダー、まあそれもいいんですけど、このカレンダー大和警告社さんから出ているもので、純粋に写真としてもいいんですよね。好きで毎年買ってます。7つ目は無印良品個別ホルダー。これはセールは何も関係なく値引きはなかったんですが、必要なので買いました。ちょっとね、大事な書類をなくすってことが最近ありまして、必要な書類をちゃんと整理しようと思いまして、それで買いました。春は6700を買ってから、休みの日はついお外に取りに行っちゃってたので、部屋がねもうめちゃめちゃ散らかってるんですよ。12月はねもう外出はセーブして、部屋の整理に本腰を入れてやろうと思ってます。動画もね、今年の3月に撮ったものがまだ編集できてないってこともあるし、編集もやりたいですね。8つ目はポストイット。これもセールは関係ありません。書類整理用に買いました。本当思っていたもののうちほとんどがセール対象になってい
切って言ってもちょっとだけですけど、買おうと思ってたものばかりなのでお買い得でした。一つだけ買いたかったけど買えなかったものがあって、アップルのイヤーポッツ USB Type-C のものが欲しかったんですが、残念ながらセール対象ではありませんでした。割と今回アップル製品セールしてたんですよ。アップルの AirPods Pro 第2世代が 15% オフになってたり、 Apple Watch シリーズ8も安くなってたし、 iPad も安いのが出てたらしいです。まあここで買わなくても Apple って確か1月年始にいつもセールしていた気がするんで、もしかしたらそこで安くなるかもと今回は買わずに来年を待ってみようと思います。Amazon のセールっていつもは闇雲に見て結局何も買わず時間だけが過ぎたっていうことがよくあったんですが、先に欲しいものをまとめておいて安ければ買うってルールで見たら割と有意義にお買い物できました。今までもそうすればよかったなって思いました。今回ちょっと Amazon のストアフロントを作ってみました。ストアフロントっていうのはまあ楽天ルームの Amazon 版みたいなものです。こうやって見ると見やすくていいですね。これセールもわかりやすいし、これって本当はみんなに商品を紹介するように作られたものですけど、持ち物リストとして使うのありかもしれないですね。 Amazon にないものってそうないですからね